こんにちは、プロ棋士の柳沢です。そしてこんにちは、OSU の夏川亜美です。お願いします。よろしくお願いします。というわけで今日も19路盤でやってみたいと思います。おー、ということで、あ、画面見えてますか？あ、見えてます。細かい細かいって感じですかね、やっぱりね。はい、この画面で見るとね。そうですね。ではお願いします。お願いしますお、そこへ。こっちは、こっち。OK ですね。うんうん。そうですね。お、いい感じです。うん。お、それは？あ、間違えた。間違えた、こういうとこ間違えた。はい、そうですね。おお、いいですね。今白が打ったところにただ反応するんじゃなくて、はい、自分でそっちを選んだということで、いいですね。これは自然のか。うん、うん、それは自然ですね。力強い。力強い。力強いです。ちょっとなんか、これは右上の黒はもう捨てる作戦ですか？あ、いや、そうでもなかったですか？そうでもないです。そうでもないんですが、捨てるのも立派な作戦ですよね。あ、あ、そうなんですね。はい、はい、ここを止めようかな。止めたいんですけど、ちょっとどうしよう。こっち、うん、なんか、うん、こう、危ない。うわ、うわ、どうしよう。そうですね、これは、なんていうのかな、白がこう出てくるのを、なんか、なんていうか、全部こう止めようというイメージで打てたと思うんですけど、はい、なんていうか、今の形はですね、ちょっとその出口がいっぱい空いててですね、うん、全部塞ぐことができない形だったんですよ。なるほど。そこを今ちょっと無理やり全部止めようとしてしまったので、はい、ちょっと破綻しました。ちょっと破綻しました。弱いですね、止めが。しました。これはちょっとまた後でここは解説したいと思うんですけど、ここに。ああ、いいですね、素晴らしい、素晴らしいです。おお、素晴らしい。かけ継ぎ。そ, その辺がね、こう斜めのとこいっぱいあって、はい、変えたらやなって感じ、ね、点数い形だったんですけど、とてもいいところを守りましたね。おー、うーん、ですね。あ、ちょっとじゃあ、共有画面の方見てください。はい、この時にですね、基本的な黒の受け方としては、こっちの方に受ける方がこう受ける、へえ、か逆にこの白を挟んでいく、こう上からかぶせていく、ケイマで。基本この3通りがいいかなと思います。なんでですか？はい、まずここがなんでかっていうと、以後今までも言ったように、相手から打ちたいところは自分から打ちたいところっていう、はい、したことあると思うんですけど、白の次の狙いはね、こうなんですよ。ああ、もうこう、斜め、このか、ここの角のとこ、こう、全部。この両側から、このね、この隅の黒石を両方から、ハサミ打ちにしていこうというふうにやっていくんですね。そうそう、これもなんかなんていうのか、いきなりなんかこうこの辺にこうくっつけたりとかね、いきなりこうぶつけていくんじゃなくて、うん、この両サイドからこうじわじわとサイドからやっていく。でさらに狙いは白が最高なのはこうですね。おー、なるほど。
これね、この黒石がこう外出れない形で封じ込められてしまう。本当だ。そうや、そういうことな。これが白の。なのでここに受けて、まあここかここに。これがあの一番基本かもしれないです。迷ったらとりあえずこうやっとけば間違いないって感じですね。はい。でまたは白に挟まれる前に先に挟んでいくと。の。先にこの白をちょっと攻撃して。または、まあ、こういうふうに上からかぶせて上の方に白に出てこられないようにして上の方を囲っていこうという。うん。あります。はい。はい。ここに。うん。やります。いいですね。そうですね。それが一番基本的な受け方ですね。うん。これは。そして白が入ってきましたけれども、白はこれ次に今打ったところの斜め右下に入っていきます。白はもしもう一回打つとしたら。確かに。こう、下の方をってことです。はい。じゃあ、ここに。お、なるほどね。ですね。はい。ちなみにその一個上がよく打たれる感じ。あ、ここか。普通にこの桂馬みたいな。うんうん。まあ、あの、いい形なんですよね、それは。決して悪い手ではないんですけど、この上の方が普通ではあるなっていう。はい。はい。で、今の白の手は、どっちかっていうと、自分を、さっき、黒がこの白をね、挟んでいく手があるって言ったと思うんですけど、はい。はい、それを、まあ、防いで、まあ、自分の石を安定させた手ということなので、どっちかっていうと、これ、守りの手なので、なるほど。に必ずしも黒これに受けなきゃいけないわけではないですね。はい。お、桂馬で。はい。桂馬です。いいです。はい。お、ここでつけていた。はい。つけてみました。ちょっと飛んでいきました。お。どうしようかな。つけすぎ、つけすぎかも。そうですね。これちょっと戻りましょうか。ちょっと、ね、つけすぎっていうふうにね、今ちょっとつぶやいてましたけど。はい。そうなんですね。ちょっとつけすぎかもしれない。こんなね、なんか、はい、すぐぶつけていかない方がいい。そうなんですよ。これなんかちょっとなんていうのかな、ちょっと黒がなんていうのか、戦いにくそうな感じを感じますかね、うん。はい。白石の方が多いんですよね、周りに。そうですね。白石のここで戦いが起こるとちょっと苦しくなりそうなんですよね。この左側の辺にある黒石もね、なんか飲み込まれそうな感じですね。うん、はい。そうですね。じゃあ、ここで。ここで。どういうふうに考えるかというと、左側の黒石がほっとくと飲み込まれそうだなというところなので、はい。じゃあちょっと共有画面。次に白に例えばこういうふうに被せられると、うん。飲み込まれちゃうんですね。なので、ということは、じゃあ黒は、ここに打つと。うん。とか、まあ、この辺とかですね。この辺が、まあ、いいところなんです。であと、白がまあここに1個こう離して打ったんですけども、この間は、切れないですね。黒から打っても、はい。繋がってしまうので、はい。うまくいかないですね。なので、まあ、黒からやるとしたらこういう感じになります。こうやって、守らせて、まあ、真ん中を増やしていくならこういう感じですね。うん、そう、こういう感じで、やっていくんですね。この白がこっちに来たから、その先を止めるっていうイメージだったと思うんですけど。はい。うん。これ、上の方も右の方も左の方も空いてるんですよね。全部空いてる。そうそうそう。全部空いてるんで、どこを優先するかなんですよ。まあ、実はさっきの右上の方もそうだったんですよね。これ全部空いてたんで。止めれない。全部は止めれないんだけど、なんかこう、
なんか出てきたところ全部止めてやろうみたいな感じの。それじゃダメなんですね。逆に、はい、どっかは破れちゃうんですよね。だから、まあ、例えばこうやってこうやってね、うん、こういうようなイメージになります。はい、はい、いいですね。ここ、お、これは次に切るぞと。あ、そうでもなかったなんと、なんとなくでした、なんとなくでした、なんとなくです。今はね、でも結構なんていうのかな、上級者っぽい手ですね。そうなんです。はい、ちなみに今、まあまあいいやあ、でも言っちゃおうかな。この今の手はちなみに囲碁用語で覗きと言います。はい、の覗き、覗き、覗きと言います。へえ、はい、白がカケツイであって切れないじゃないですか。今白が守ったところに黒はいきなり切れない、いけない。はい、でもその何、その左側に打って次こそ切るぞと。なるほど。はい、なんていうか、そこ覗き込んでる感じっていうか結局確かに白はここ守らなきゃいけないかったですもんね。そうです。ということで、まあ白はやっぱりこのこう中央をこう右側の方にどんどん入っていくので。あ、そうですね。じゃあ、はい、どうすんのね。はい、お、なるほど。逆に言えばどこは出させてもしょうがないか。今はですね、例えばここを塞ぐと白はなんかこっちの方に、でこっちを塞ぐとこっちの方に入ってますね。全部を塞ぐことはできないので、どこなら出させてもいいかということですよね。例えばこうやってこっちに出てきたらこんな感じで、ここは出させてもこっち側は全部黒。確かに。気にするぞというのも一つの作戦ですよね。はい。またこっちを止めて、こっちで出てきても、こんな風に行って、まあ、この辺とかをね、こう全部こう。というのも立派な作戦ですね。というように考えます。そういうことか。うん、次、止めて。はい。ちょっと、はい、この辺まで入って。おー、素晴らしい。お、素晴らしい。今ここで右側に守らなかったのはとても素晴らしいですね。そう、今これ どっち来るかなと思って今ねちょっと何も言わないと思ったんですけどどっちかなと思って。素晴らしいですね。これあの右側、今白が出てってもちょうどね、もうすぐあの止まりますからね。はい、はい、この下の方が大事ですね。これは素晴らしいです。今度は今白が打ったところの下にもう一回白に打たれると大丈夫かどうか。大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃないですね。はい。ここはそこ大事ですね。はい。はい。さっきのね、このさっきの隙間は全然黒頑丈なんですけど、今度は弱いですね。守らないといけないですね。これに対しては下の方から止めるか右の方から止めるか。そうですね。はい。どっちもあります。これは。どっちで。はい。今度もあの下の方のねちょっと隙間が空いてますけど、はい、これも大丈夫ですね。はい、ここに来ても、はい、うん、そうですね、うん、これは
別着じゃない方がいいやつでした。別に守った方がいいやつ。はい、はい、ちょっとあの減りましたね。減らしてしまった。はい。今こそ掛け釣りを使うときですね。おー、え？掛け釣り…どこが一番いい掛け釣りでしょうか。まあ、まず今の白の羽釣りは次に黒石をちょっと切るところを狙ってるんですよね。はい、はい、ここですか。そう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 、ここです。うん、それはかっこいい掛け釣りですね。あー、かっこいい。はい、行きます。うん、そうですね。お、ここまで行きますね。うん、そうですね。もう割とでき始めてるって感じですか。ん、でき始めてる。もう割となんか終局に向かう感じですか。はい、そうです。そういうとこですね。はい。今のをちょっと守りました。うん、なるほど。はい、でですね、境界線ができてないところの中でも、できるだけまだこう広く空いてるところを優先したいんですが、はい、一番今、広く残ってるところは、左上の方ですね。真ん中寄りの左上というのは、共有画面ちょっと見てください。ここら辺ですね。もし次白からだったら、この辺にこう飛び込んでくる。おー、確かに。手があります。はい。ここら辺が今一番大きいです。はい。ここ。うん。うん、いいですね。はい。危険。はい。はい、今の白の手を放置すると、はい。はい、黒石が切り離されて取られてしまうという場所があります。そう、そうです。やっぱり3つが。うん。あ、そう、3つが取られちゃいましたね。そういうことです。なるほど。はい。かけすぎました。いいかけすぎですね。そうね。いいです。そこに言ってくれると思ってました。はい、これもいい形ですね。かっこいいかけすぎです。これもまあ、なんていうのかな、必ずしも別にこの辺に打たなくてもいいんだけど、はい、はい、もうでも終わりが結構近くてですね、まあ、今白が打った、まあ、近くのあたりがまだ境界線がね、こうはっきり書くいろいろ残ってるんで、まあ、そこら辺を打っていくと終わりますね。そうです。はい、うん、そう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 、ここら辺ですね。うん、うん、あ、その一個上の方が良かったかな。あ、どっちか迷いました。はい、ここだと白もですね、こう広げれるんですね。ああ、確かこの上のなんか、うん、そうですね。ミサですね。うん。
あ、じゃあちょっと共有画面見てください。はい、昔。あとはそうですね、碁盤が広いので探すのは難しいかもしれませんが、まずここに羽釣りがありますね。うん、はい、はい、あとここにも羽釣りがありますね。あとはここにちょっとだけ穴が開いてるんで、うん、はい、ここを止める。まあずっと前にね、ここ守んなくてもいいですっていうところですけど、はい、はい、まあ打てば一応1個増えるんでね、白から先に打たれると1個減らされるんですね。 あとは、こことかもいいですね。あ、はい、そしてここもいいですね。あとは実はここも価値があります、うん、ここに打つと次にこうやる手があります。うん、この白3つが取られてしまいます。本当だ、はい、なので白に守らせることができるのでという局面となっています。はい、はい、どの順番で打つかはあなた次第です。はいあら、はい、でちなみにちょっとここ面白いので考えてほしいんですけど、これ白次上の方に守るんですけど、もし守らないと黒からどういう手があるか考えてみてください。うん、あ、ちょっとじゃあ一回共有画面を見てもらって、はい、はい、これ白がもし例えばなんかこの辺とかに先に行くと、まあ、黒からこの上の方に、うん、チャンスがあるんですね。ここら辺に、はい、この白地を破ることができます。なんとなく、はい、2つも8の2、ここあれどこだ、あそこ違うか、違った、ちょっと待ってください。そうですね、その隣、はい、どっちの隣ですか、右ですか左ですか。はい、右かと思って、うんうん、はい、それは当たりなので白守りますね。はい、はい、そうするとで、その横ですか、横8の2ですか、4の横ですか、4の上ですか。あ、4の上ね。あ、これはまた白3つ当たりなので守りますね。はい、はい、さあそして4の隣の隣、ここですか、あれ違う、ここですかはい、はい、そうなんです。そしたら、はい、そしたらどうなりますか。守っても、はい、この白4つが、うん、はい、取れますね。はい、もうこうやってもこれで取れてます。おー、はい、いける。そうなんです、これはつまりここに黒が打った瞬間にこっちの右側の白1個が当たりになってるし、守ったらこっちも切る手があると。なるほど、ということでこの瞬間両方見てるわけですね、こっちとこの左という形になるので白が困ると、うん、っていう形でした、はい、なるほど。絶対自分が白だったら気づかないです。うん、でもまたね、実はこういうこれね、よくできるんですよ、こういう形って。その、こういう、その斜めのとこいっぱいできると、切って、切って、みたいな、うん、ところがあるので、またこれもいつか練習していくときが来ると思うんですけども、はい、こういう形はよくできます、ですよね。はい。はい。まあ、ということで、白は守ります。あ、あと一箇所っていうのは、その、価値のあるところがあった箇所ですね。ダメはたくさんあります。あー、なるほど。その辺感じる必要ないですけど、この辺かなっていうのあるんですけど、やってみよう、果たしてやってみます。おお、そうですね。あ、合ってます。はい、あ、白がこう来た時には守られますね。そうです、はい、
素晴らしい。これで、もう価値のあるところはすべて打ち終わりましたので、はい、ダメを詰めていきます。ダメ、ダメがあと4箇所あります。4箇所、はい、ここそうそう、そこと、ここと、あ、ごめん、4箇所、もう1箇所あった、すみません、5箇所ありました。あと1箇所あります。これか、それです。はいはい、これで終局しました。終局、終局、素晴らしい。ついに19路盤、あれ初めてだよね、19路盤で最後まで、初めてです最後までは、ね、はい、いやー終わりました。私死に石を除去してください。はい、あなたの勝ち。あ、白の二目勝ちでした。白なんですねこれ。あれ、そうか白の二目勝ちでしたねこれ盤面が大きいんで本当にあの百目差とかになることがありますよね。百目差すごい。ありますよ全然。へえ。じゃあ検討をちょっとだけしたいと思います。はい、うん、まあ最初のもうここら辺の打ち方はねとてもいいですね。で、まあこの時なんですけど、そうですね、はい、ここの時に、これ全部出口塞げないんですよね。こっち止めたらこっちに、はい、止めても、はい止めれないので、例えばあの、お、右上捨てますかってちょっと聞いたんですけど、はい、こういう風にもうこっちだけに専念するのは一つの作戦として、またはこれは止めても止まらないので、例えばこういう感じでちょっと柔らかくいく方が良かったりします。なるほど、はい、まあ、そういうような感じでしたね。まあ、だからこの後も一番大事なのはここでしたね。ここで上と下と左とこう全部空いてるので、はい、っていうところだし、白はもし次白の番だったらどうしたいですか。白だったら、白だったらここに行きたいか、ここに行きたいか、ここに行きたいか。上ですね。上ですね。上なんですよそう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 、これ上だと思いますか。はい、なんか上弱そうなんで、あの、そう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 、黒がこうやると右側の黒がこう閉じ込められちゃいますよね。はい、こう遮断されちゃいますね。ここは別にね来てもまだですけど抑えれる、うん、そうですね、来てますけど、はい、こっちは上の方が打たれちゃうともう完全に遮断されてしまう、なんですよ。ということなので、この局面はこっちから打つのが一番良かったですね。なるほど、はい、でこういう風になれば上の方つながって、ここもね黒の陣地になってという、うん、はい、ですね。もちろんその代わりこっちの方は出られますけど、まあ、はい、それはしょうがないです。上の方が大事なんですよ。そうそう、だからこれ必ずしもだから白がこう出てきたところを止めるとは限らないですね。そうですね、白が相手がどこに行きたいのかみたいな。あ、そう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 、そいいこと言いますね相手がどこに行きたいのか、どこに行きたいのか、はい、でもすごい今ね、上の方に白が行きたい、ね、うん、感じ取る。でもここはね、まあ、上の方は諦めてこの真ん中を止めてここに駆けつぎしたのはとても良かったですね。で、あ、どうぞ、下の方はこの受け方、あ、はい、これは他によくよく使います。これから本当すごくこれは使うことになると思います。はい。だいたい白ここに来るんでね。これはかかりというんですけど、この隅の石に対してこう迫っていくようなかかりっていうんですけど、はい、まあ両方からこうかかってこられると黒は嫌なんですね。うん、はい。なので、こっちからかかられたらこっちに守っておくと。はい。いうのは本当にとても、よく使う。でこの手はですね、桂馬で形はいいんですけれども、これ白にこういう風に入ってこられるとまたここを回らないといけない形になるんですね。ちょっとは減っちゃうんですよね。そうだからこの手で、はい、こうやる方がいいです、はい、
こうやってこう来たらこう止めるという。なるほど。こういう形で止めることができる、これさっきよりいいですよね。はい。はい、白の陣地もできてるし、黒の陣地もさっき多いですね。うん、はい、そう。これも相手が来たいところを止めるってことですね。はい、黒が他のところに行くと白はここに打ちたいんですよね。うん、はい、相手が行きたいところ。そうです、そうです。はい。で、そうですね。実はここにくっつけた手もですね、くっつけずに、例えばこうやるとかですね。うん、はい、こうやって、こっち側を止めるとかね。ああ。こっち側は出られるけど、こっち側は。その方が。でもそのぐらいかな。あとはいい感じでした。あと、このかけ釣りですね。このかけ釣りは、この場合は、こっちの方がいいです。種継ぎ。はい。はい、普通のつなぎの方がいいです、はい、なぜならここでこうやった時にここにへこんだのと同じことになってしまうんですね、うん、はい、他のかけ継ぎは全部いいかけ継ぎでした、はい、かっこいいかけ継ぎです、はい、この後の、はい、このかけ継ぎとかねこのかけ継ぎとか、はい、学びました、はい、はい、です、はい、ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。お願いします。そしてコメント欄に神ちゃん、応援コメント、ご感想、ご質問などありましたら、ぜひ書いていただけると嬉しいです。お願いします。お待ちしてます。はい。そして、OSL さんのチャンネルの概要欄から、はい。で見ていただけると嬉しいです。そちらもたくさん動画が上がっております。上がってます。お願いします。お願いします。はい。ということで、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。